1ターン、あー、オッケー、分かった。1ターン目何もしないってことね。あ、じゃあ裏に行った方がいいか。もうなんか1ターン何もしないでってのはもう1ターンでっていうようになったのか。なんかさっきも言ったよね、同じような人、1ターンでこっち攻撃お願いしますみたいな。マルチってね、やる前なんかやたら腰重くて、かつやると面白いんだよね。不思議だよね。ルーク、この後ルークさんとやって終わろう。終わろうじゃない。その後決めよう。やることは。じゃあ、もみじさん、よろしくお願いします。カビゴンいたっけ？あ、いたか。おかえりしゅんさん。2回目いけるよ。2回目いけるけど、次はあのリュークさんで、あの次はちょっと1回もやってないリュークさんと当たりたいから、次は1回待ってもらえると。ワンバトル鋼テラス、 OK、 分かった。ワンパンチャレンジやろうとしてる。ワンパンチャレンジをやろうとしていますか。鋼テラス切れってのはなんかどういう意図なんだろう。今一つで倒すのか、それともなんか抜群で倒すのか。とりあえず高スピードで時間潰すか。腹大鼓ハチマキ、腹大鼓ハチマキノーマルテラ、あ、これギガインパクトか。ギガインパクトだな。鋼テラスってことはこれじゃ今一つでも倒してやんよってことか。余裕ですよってこと。でもギガインパクトって命中90だからちょっと怖いね。パン、いやこれね、俺耐えると思う。え、とっておき耐えると思う、これ。あ、耐えない、マジで。マジか。とっておきか。とっておきは威力140だっけ。テラスキースト采配だよね、だと思った。いや、もうバンバトルワンパンだったらもうハッサムなんて3匹ぐらい吹き飛ぶって。これ強い。これ強くない？1ターン猶予を与えたとはいえ強くない？すげえ、なんか実用性も感じるね、これね、ちょっとね。そうなんす、そうなんすもいますね。それ、マダさん、あのレジロックはレジアイスのパーティーって残してる。残したらチャンジやりたい。あのパーティー解体したけど、ポケモンは何も変えてないから、作ろうと思えばいつでもまた構成できるよ。ゴーストタイプに弱いですけど。いや、でもね、バンバトルは、うん、確かにゴーストには弱いけど。あー、強えな。充電するんで打ちます。お車でした。お疲れ様でした。もうなんか殺しが日常なんだろうね。息をするね、あの息をするようにワンパンしていくわ。呼吸のように。流行りでした。3ターンで終わったね、戦い。あ、3ターンじゃないか、